そして早ければ2、3年以内に一般の花粉症の治療に使うことを目指しています。アニメ機動戦士ガンダムのセーラマス役などで活躍した声優の井上陽さんが先月28日肺水腫で亡くなっていたことが分かりました。56歳でした。代表作のアニメ機動戦士ガンダムは1979年から1980年に放送され、その人気は社会現象にもなり、20年以上経った今でも続編が制作されています。ヒロインセーラを演じた井上さんを一躍有名にしたアニメでした。それでも男ですか、軟弱者。動くと撃ちます。ジオンの子です。でもね、そんなこと私たちに関係のないことなんです。やめなさいアムロ、やめなさい兄さん。二人が戦うことなんてないのよ。呼吸はするでしょうね。主人公アムロを演じ、井上さんと家族ぐるみで親しくしていた古谷徹さんはこう話します。本当にセーラみたいにこう凛とされてて、白黒けじめはっきりつけるタイプで、ガンダムメンバーの感じは本当に、一番明るかったんじゃないかな。いつかはこの日が来るだろうなってみんな覚悟してましたね。もっとやっぱり一緒にね、ガンダムの物語を一緒に演じたかったですよね。この秋発売されるガンダムのゲームが井上さんの最後のガンダムの仕事になったということです。ご冥福をお祈りします。この後は新聞の見方、ふざけるな払い続けろ、悪質な実態が明らかに。見ることまずまずくるくるまずまずごくごく桃を湯飲むフルーチェミルクと混ぜれば出来上がり。ハウスのごくごく飲む飲むフルーチェ新発売。ていうか写真だとよくわかんないし、お見合いなんて無理なんだな。その人のムービー名早くおじさん。